広島はオフェンスリバウンドが非常に数があまり多くないですね。そうなんですね。ハイロー、ジェイコブセン。ハイソットの加入でこういうリバウンドの部分も。坂井さん、改めてどうですか。茨城は本当におっしゃる通り、ホームゲーム、ホームアドバンさあ、そのメイヨ今度は押し込んで流れながらフェードアウェイ。体張ってしっかりいいディフェンスできていると思います。ここがどれだけ止められるかっていうのは相当この試合鍵になりますよね、はい、オープンだ。さあ、スリー打ってきた。最初のスリーポイントヒット、その不入が受けてハイソットの合わせも意識しながらニックメイをリバースレイアップ。ハイソットセカンドチャンス、バスケットカウント。落としてしまってももう一回っていう、プレーができますので、はいはい、これ非常に大きいですよね。マーフィー、山口ついていく。マーフィー、ナイスカット。朝山ナイス。ボーナスに入っている広島。寺島ポストアップ、ブラックシアジュニア。寄せていましたが決め切りました。次はポイントガードもできますからね、はい、今日初得点ですね。そうですね。ここは意味を当てていこうね。さあ、決めればワンポゼッション差。ジェイコブセンピックから離れていきますが、中村を使った。広島たまらずじゃないですか。たまらずご指摘通りミリングヘッドコーチすぐさまタイムアウトを要求しました。ここはミスマッチ、ドライブスルーからショートコーナー。おー、よく決めました。もうちょっと時間引っ張ってもよかったかもしれないですね、はい、それかもしくはこの試合のこの最終エンドに向けて逆にこう休ませてるっていう考えられますね、はい、ニックメイヨからハイソットの合わせ。ここも完全に広島狙い通りですかね。ブラクシアジュニア、ブラクシアジュニア、よく決めました。ジェイコブセンのブロック越し。オフェンスはターンオーバーで終わってしまって、そしてスコアをされて、これを見てグレスマンヘッドコーチタイムアウトです。寺島が行く。おー、ノールックで預けてエバンスステップバックスリー。リバーこのプットバックも止まりません。バイビーク明け初のホームゲーム、声出し応援解禁、大声援が送られましたが、西地区今シーズンは CS 争いを走り続けます広島ドラゴンフライズが。